あれなんてセリフだったっけ？アムロじゃない、え、斉藤さんじゃない、公安。アムロじゃない、公安警察、古谷レイだ。ということでよろしくお願いします。立て化け物、そしてさっさと再生しろ。死ぬまでこの苦しみを繰り返してやる。伊達渡って言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たった3センチの根性が俺には足りなかった。俺だ、ベストバウトだよねんかよ。どうも、木村達也こと、アムロレイです。よろしくお願いします。全部違うだろう。やっとメンバーが増えたよ。自己紹介頼んでいいかな。じゃあ、いけすかない人お願いします。都会の喧騒にクールな北風、どうもポケモンの人手マンです。好きなやつじゃん。ドラマ CD の好きなやつじゃん。北風と太陽シリーズじゃん。待たせたな。あ、精進します。というわけで、みんなの臨機応変度調査、今日はゲームをやっていこうと思うんですが、最近多いじゃないですか、いろんなアニメのキャラクターたちがゲームをやることに僕は飽き飽きしてきて。おお、はっきり言う。アモングアスとか、はっきり言う、エーペックスとか、僕はもう手を使うことに飽きました。ああ、そうだね。なので今日はもう一番みんなの思考を巡るゲームを4人でやっていきたいと思います。いきますよ、みんなに教えますよ。はい、なんだ。イニシエの伝説の命のやり取りのゲーム。命のやり取り、だいぶ落ちてきます。面白そう。今回これでビリになった人間は、キャスト入れ替えということで、絶対負けらんないじゃん。デメリットがねえ。最初だから。そっか。今日、3位の人は小指切り落としっていうのだけ、ルールに追加していこうかなと思いますので。貧民が。そうそう、貧民。大貧民はキャストも存在を消され、貧民は体の一部を取られるという、ひりついたルールでやっていこうと思うんですけど、よろしいでしょうか。一気に笑えなくなっちゃった。嫌だって言ってもいいのか。いや、まあ嫌だと言いたいのであれば、まあゼロに関してはオッケー。次のキャスト見つかってるし。キャストに関して臨機応変にすんなよ。今のとこはカットだよね、さすがにね。さすがにね、カットできなくなった。もしかして僕のことみんな嫌いなのか。よし、やろう。モロフシの部屋ってある。モロフシの部屋。入ってきた入ってきた。モロハの刃みたいな。モロフシの部屋。恐る恐る。そんな、あと2人がやっぱり遅いな。モロフシの部屋なんてあるか。たくもたもたしてたら女にモテないぞお前ら。ちゃんと設定拾ってくれてるぞ、よかったな。あ、これか、初参加だから嬉しいな。あれお前なんで2本目できなかったぞ。できたんだ。なんでできてる。班長だから。班長だから。やっぱり遅れてくんのはあれか、金髪か。やっぱちょっと人気あるからって。いい待遇だよな。いじめないでくれよ。ちょっと待ってくれ。お前がいじめって言ったら全部いじめになるから、二度と言わないでくれその言葉。早く入ってきなさいよ。そんな難しいことしようとしてないぞ。エリートなんだろ。今なんか壊れたエンジン音したぞ。早くしろよ。あれ一番困らないだろ。数字の0を押して確定ボタンを押せよ。あ、賢い。バカだな。入ってくる名前はだって大鳥ですからね。そうオチだから。モロフシ、萩原、伊達と3段目がついたところでどう飛び越えてくるのか。遊びに来たわ。なんで変更できないんだ。あ、始まっちゃったよ。名前な。おお、これ誰、これちょっと待って。あれこれだよね。え、これはポーカー770199 3はこれは古谷レイさんでよろしいですかね。俺じゃない。もう前になっている。やっ
と4人揃ったよ。そうだぜ。大富豪と久しぶりだからよくわかんないな。ヒルヤレイ。ヒルヤレイだ。レイだお前、古谷だったら F だろ。F じゃないか。え、もしかしてオタクバカ。主席じゃないな、こりゃ。笑われてんで、今いろんなやつに。後ろ指さされて。八切りの。お、八切りありなのか。ありだって言っただろ。ポンコツ古谷でいいか、今回は。それで可愛いって言われて、こう、舞い上がろうとしてる。うん。お、縛ってくる。あ、縛っちゃった。ほら。ポン。麻雀。ポンじゃないと。お前やるの、麻雀。ああ、たまにな。たまにってやつ、大体どっぷりなの。いや、週3ぐらいだ。結構じゃん。よかったら今度班長も行かないか。俺ダメダメダメ。ほら、うちのこれがこれでこうなっちゃうから。腹立つ。地味な遊びだね。ここのバツナギがこんなにしんどいとは思わなかったな。ちょ、何みんなしてない、これ何本気で勝ちに来てる。ヒルヤ、あ、縛りかこれ。え？あ、違うか。せめて反則上がりであってくれ。不正な、早く上がれよ、もう一枚なんだ。パスはめよ、パス。反応しない。しかも最後も高いな。ほっとしてる場合じゃないんだよ。上がったやつが一番喋んないとな。うわ、うわ。おい、ヒロ、油断大敵とはこのことだ。これ月ね、出せるか。この野郎、パチンコの激アツ演出みたいなカットインが入ったとな。わ、うわ。この野郎、しもじもの争いをやってくれよ、二人とも。上がり、悪く思うなよ。これも勝負なんだ。反則上がり。おお、ありがとう。伊達班長、さすがだな。さ、よこしてもらおう、強いカードを。ああ、あんまり期待しないでくれよ。あんまり期待しないよ。ハートの3で大丈夫か。一番強いカードをよこしてもらえるか。さ、貧乏人の班長から。あ、収入で物見るタイプの人。ああ、班長大丈夫か、それ革命の時に取っておいた方がいいんじゃないか。いや、起きない起きない、次は起きないって。知らないの。あるから出したんだろ。今喋ってんだろ俺が。喋ってなかったろ。必殺フルフルフルや出るのか。フルフルフルや。面白くねえな。なんだそりゃ。フルヤちゃん、なんだヒロこれ。それはめちゃくちゃ面白くなかったな今。驚いたな。俺が知ってるフルフルフルヤじゃなかったな。次に来たな、うん、いろんなバリエーションがあるんだ。そうだ、パターンがあるから。あ、そう。あれ、さっきの十分だったな。優しくしてくれ。嘘だろ。いや、申し訳ないね。でもこれはもうパスしかないよ。まあまあまあ。優しいシリーズから行こうよ。じゃあ、こういうのだったら、もう一回チャンスくれ。おい。感じでしょ、俺。おいおいおい。反則負けすんで。あ、もしかしたら出せ。反則上がりかもしれない。ああ、こいつ素人じゃねえな。お前。ところで山の名前俺あんま知らないんだけど、どっか富士山がみんな知ってる？六甲山。たく、な、なんで？ああ、一斉に、一斉に。やっぱり勝つことしか考えてないの。うん。もうね、古谷ちゃん以外出してないぞ、全然、さっきから。なんで？お前が大富豪だからだよ。古谷君、このシリーズでこれ言われるの何回目かな。エンターテインメントって知ってる？こう、ほら、班長。あ、うわ、つえカード。何にも出すことできねえ。そんなにひねた大人じゃないだろ、お前たちも。まだ学生だよ。え、警察学校組編だよ、ここ。ああ。学生設定か。お前、本当はもしかして、俺たちのこと下に見てる？一
生懸命頑張っているんじゃないか。おいおいおわおい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 、よくないな。あれ、エンタメ性が出てきた。おっと悪いな。どうだ。じゃあ結果、班長がキャスト交代で、ハギが、じゃあ俺だ。言い出しっぺだ。そうだね。私が小指すんか。よかった。俺はまだ5体満足で入れるんだもん。そうだね。